イサヤの預言。島々よ、私に聞け。遠い国々よ、耳を傾けよ。主は、母の胎にある私を呼び、母の腹にある私の名を呼ばれた。私の口よ、鋭い剣として、御手の陰に置き、私を通らせた矢として、矢筒の中に隠して、私に言われた。あなたは私のしもべ、イスラエル。あなたによって私の輝きは現れる。私は思った。私はいたずらに、骨折り、うつろに、虚しく、力を使い、果たしたと。しかし、私を裁いてくださるのは主であり、働きに報いてくださるのも私の神である。主のお目に私は重んじられている。私の神こそ私の力。今や主は言われる。ヤコブを身元に立ち返らせ、イスラエルを集めるために、母の胎にあった私をご自分のしもべとして形作られた主はこう言われる。私はあなたをしもべとして、ヤコブの諸部族を立ち上がらせ、イスラエルの残りの者を連れ帰らせる。だが、それにもまして、私はあなたを国々の光とし、
私の救いを地の果てまでもたらすものとする。神の御言葉。父よ、あなたこそ私の神、私のすべてをあなたに。神よ、あなたは私の岩、私の砦、あなたに逆らう者から私を救ってください。神よ、あなたは私の希望、私はいつもあなたを讃える。父よ、あなたこそ私の神、私のすべてをあなたに。神よ、あなたの正義と救いの技を私は昼も夜も告げ知らせる。神の力ある御技を語り、あなたのものである正義を私は褒め歌う。父よ、あなたこそ私の神、私のすべてをあなたに。私たちの王である主よ、父に従ってあなたは十字架につけられるため、子羊のように連れて行かれた。ヨハネによる福音。その時、イエスは弟子たちと共に食事の席についておられたが、心を騒がせ断言された。はっきり言っておく、あなた方のうちの一人が私を裏切ろうとしている。弟子たちは誰について言っておられるのか察しかねて顔を見合わせた。イエスのすぐ隣には弟子たちの一人でイエスの愛しておられた者が食事の席についていった。シモン・ペトロは、この弟子に、誰についていておられるのかと尋ねるように合図した。その弟子が、イエスの胸元に寄りかかったまま、主よ、それは誰のことですか？と言うと、イエスは、私が、パン切りを浸して与えるのがその人だと答えられた。それからパン切りを浸して取り、イスカリエテのシモンの子ユダにお与えになった。ユダがパン切りを受け取ると、サタンが彼の中に入った。そこでイエスは、しようとしていることを今すぐしなさいと彼に言われた。座についていた者は誰もなぜユダにこう言われたのかわからなかった。ある者はユダが金入れを預かっていたので、祭りに必要なものを買いなさいとか、貧しい人に何か施すようにとイエスが言われたのだと
思っていた。ユダはパン切りを受け取るとすぐ出て行った。夜であった。さて、ユダが出て行くとイエスは言われた。今や人の子は栄光を受けた。神も人の子によって栄光をお受けになった。神が人の子によって栄光をお受けになったのであれば、神もご自身によって人の子に栄光をお与えになる。しかも、すぐにお与えになる。子たちよ、今しばらく私はあなた方と共にいる。あなた方は私を探すだろう。私が行くところに、あなたたちは来ることができない。とユダヤ人たちに言ったように、今、あなた方にも同じことを言っておく。シモン・ペトロがイエスに言った。主よ、どこへ行かれるのですか？イエスが答えられた。私の行くところに、あなたは今ついてくることはできないが、後でついてくることになる。ペトロは言った。主よ、なぜ今ついていけないのですか？あなたのためなら命を捨てます。イエスは答えられた。私のために命を捨てるというのか？はっきり言っておく。鶏が鳴くまでにあなたは三度私のことを知らないというだろう。主の御言葉。キリストに賛美。
する。